皆さんおはようございます。これより本日の会議を開きます。日程に代表質問を行います。質問時間は30分以内と定めます。自由民主党岡山県議団代表25番市村仁君。25番。皆さんおはようございます。自由民主党岡山県議団の市村仁でございます。私にとりましては平成23年の初当選から10年の節目を迎え、初の代表質問への登壇であり、地元美作市相田郡地域で言えば平成13年9月定例会の市村参事議員以来、実に20年ぶりの代表質問ということで大変光栄に存じます。さらに身の引き締まることに、美作市西阿倉村から大勢の方に遠路をお運びいただいております。党を代表して質問する者として立派に壇上を務めさせていただきます。それでは今議会に提案されました補正予算案をはじめとする諸議案および当面する県政の重要課題につきまして、自由民主党岡山県議団を代表し、知事、教育長、並びに警察本部長にお尋ねします。さて、国政においては、この秋以降、当時の菅総理総裁の自民党総裁選挙への不出馬表明に始まり、総裁選挙、岸田内閣の誕生、衆議院解散、総選挙、第二次岸田内閣の発足と、政治情勢は目まぐるしく変化いたしました。下半の総選挙は、岸田総理の就任から27日、解散から17日後に投票日を迎えるなど、異例の超短期決戦ではありましたが、我が党は改選前の勢力を下回りながらも、絶対安定多数の議席を確保することができました。ご支持、ご支援いただきました皆様方に厚く御礼申し上げます。この上は喫緊の課題である感染症対策をさらに加速させるとともに、疲弊する日本経済を立て直すため、岸田総理の掲げる新しい資本主義を着実に推進し、成長と分配を柱に強い経済を取り戻していかねばなりません。そのためにも先に策定された新型コロナ対策や大型経済対策の裏付けとなる今年度大型補正予算は何より肝要であり、早期成立と速やかな執行を願ってやみません。我が党は今回の総選挙での一票一票に託された負託と声に真摯に耳を傾けながら、コロナ禍を乗り越え新しい時代を切り開き、希望に満ちた明るい日本を次世代に引き継ぐため全力で取り組んでまいる決意であります。さて、先月末、国が公表した昨年の国勢調査確定値によれば、大都市部の人口集中と同時に、地方の人口減少が加速化している実態が改めて浮き彫りとなりました。岡山県におきましても、人口の総数は188万8432人で、5年前の調査から3万3093人の減少となり、40年ぶりに190万人を割り込むなど、人口減の流れに歯止めがかかっていません。また、この度の国勢調査結果は、衆議院選挙制度改革を踏まえ、全国15都県において、小選挙区定数の10増10減という見直しが必要とされ、岡山県の小選挙区も1つ削減される見込みとなっています。衆院選で小選挙区比例代表並立制が導入されて25年、四半世紀にわたり定着してきた本県の選挙区割に大きな変化をもたらし、地方の声が国に届きにくくなることが危惧されます。比
岐路に立つ地方にあって、今、県政に求められていることは、困難な課題に立ち向かう覚悟と、解決に向けた施策の提案力と実行力、地域の将来を見据えた構想力と責任感にほかなりません。自由民主党岡山県議団は、我々の果たすべき役割と責務を胸に刻みながら、岡山県が活力を取り戻し、明るい未来に向けて全力を傾注してまいる決意をお誓い申し上げ、以下、具体的な質問に入らせていただきます。まず、来年度の予算編成等についてお尋ねします。令和4年度は、第3次晴れの国岡山生き生きプランの2年目となることから、生き生き岡山の実現に向けた取り組みを加速させ、着実に成果を積み上げていく年であると考えます。また、新型コロナウイルス感染症を契機としたデジタル化の進展や、地方分散の流れなど、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えた施策や、豪雨災害からの一日も早い復旧、復興にも着実に取り組んでいかなければなりません。新型コロナの長期化により、税収見通しが難しい中、社会保障関係費の累増や、県債残高の高止まり、公共施設の老朽化への対応等により、本県財政は依然として厳しい状況が続いていますが、これまで数々の難局を乗り越えてきた知事の手腕に大いに期待するものです。先般、来年度予算編成の方針が示されましたが、どういった考えに基づき、この方針を策定し、どのような施策に予算を重点的に配分されるのか、知事の思いも含めご所見をお伺いします。また、政府は先月19日に、財政支出の規模が過去最大の 55.7 兆円となる経済対策を閣議決定しました。裏付けとなる補正予算案は、週明けに召集される臨時国会に提出され、年内の成立が見込まれていることから、本県においても速やかにそれに呼応した補正予算を編成し、実行に移していただきたいと思います。国の経済対策には、18歳以下の子どもへの10万円相当の給付や、感染症の影響で売り上げが減少した事業者向けの支援金のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額なども含まれています。県民が経済対策の効果を実感できる施策を打ち出していただきたいと考えますが、どのような方針で今回の国の経済対策に対応されるのか、ご所見をお伺いいたします。次に、地方創生の推進についてお尋ねします。新型コロナウイルス感染症は、今なお地域経済や住民生活に大きな影響を及ぼしています。一方で、若い世代を中心に地方移住への関心が高まるとともに、テレワークを機に人の流れに変化の兆しが見られるなど、人々の意識や行動に大きな変化が生じています。このような中、国の地方創生有識者懇談会において、感染症の影響を踏まえた今後の地方創生の在り方について、感染症が地方に与えた影響や、新たな潮流を踏まえ、各地域が目指すべき地方創生の姿を検討し、その実現を目指すことが重要である。また、地方からのデジタル実装を通じて、さまざまな面で地方創生につながる動きが生じており、こうした動きをより高めるための取り組みが必要であるなどといった方向性が示されています。また、デジタル技術によって地方と都市の差を縮めていく、デジタル田園都市国家構想の実現を図るための会議も先月設置されており、これらの議論を踏まえて第2期、町、人、仕事、創生総合戦略が改定されることになっています。本県では、人口減少問題に的確に対応し、持続的に発展するための道筋として、岡山創生総合戦略を策定しており、本年度第2期となる計画期間がスタートしました。本計画は、新型コロナの影響も踏まえて策定された計画ではありますが、改めて新型コロナ影響下における本県の目指すべき地方創生の姿をどのように描き、岡山創生の推進に向けて今後、
どのように取り組んでいかれるのか、ご所見をお伺いいたします。次に、新型コロナウイルス感染症について3点をお尋ねします。まず、行動制限の緩和等についてであります。新型コロナワクチンについては、先月までに対象者の8割を超える県民に対し、2回目の接種が終了しました。接種の推進にご尽力された医療機関、市町村等の方々に改めて感謝申し上げます。さて、10月から大阪府や北海道などにおいて、第三者認証を受けた飲食店等で、ワクチンを2回接種済み、または PCR 検査等で陰性が証明できる人を対象に、行動制限緩和の実証実験が行われています。昨年から長い間続いている外出自粛で苦境に立っている飲食店や観光業などの方々にとっては、一日でも早い経済活動の再開が望まれます。ブレイクスルー感染の懸念はあるものの、3回目の接種が始まっていることから、本格的な経済活動の再開を目指して、施策を展開していく時期に来ていると考えます。大阪府などで行われた実証実験の結果を踏まえ、今後、行動制限をどう緩和されるのでしょうか。一方、ワクチン接種による感染防止も引き続き重要なことから、3回目の接種を迅速に進めるべきと考えますが、どのように進められるのか、合わせてご所見をお伺いします。2点目は、地域経済の回復についてであります。長期間に及ぶ新型コロナの影響により、県内の中小企業等の経営は大変深刻な状況が続いています。県では、売上減少に対する一時支援金の給付や、酒類の提供停止要請により、大きな影響を受けた酒類販売事業者への支援金、宿泊施設における感染症対策等への支援など、地域経済の維持と事業の継続のための支援として、令和元年度以降、約664億円の予算を措置し、さまざまな施策を実施しています。9月末をもって、まん延防止等重点措置が解除されたことに伴い、営業時間の短縮と酒類の提供の制限も終了し、県内経済の回復に向け、県民を対象に宿泊割引などを実施する岡山旅応援割や、GoTo イート食事券、岡山プレミアム付き交通券の販売も再開しました。度重なる感染拡大により疲弊した地域経済をしっかり支援していただきたいと考えます。県がこれまで行った取り組みの成果と課題を踏まえ、地域経済の回復に向け、今後どのように取り組まれるのかご所見をお伺いします。3点目は雇用対策についてであります。本県の有効求人倍率は、令和元年度には約2倍の高水準でしたが、新型コロナの感染拡大の影響により、令和2年度には 1.4 倍台に低下しました。その後、本年度においても横ばい状態となり、10月の有効求人倍率は 1.35 倍と、全国平均の 1.15 倍は上回っているものの、県内の雇用情勢は厳しい状況が続いています。企業の中には、事業継続のためには、とにかく人手が必要と採用に積極的な企業もあれば、コロナ禍の影響で業務効率化を図るため、人員削減を進めている企業もあるなど、業種によって状況は異なることから、それぞれの状況に応じたきめ細かな支援が求められます。また、県内企業に活力をもたらす人材の確保のため、県内での就職を希望する来春卒業予定の高校生や、県内外の大学卒業者等への就職支援も必要です。地域経済を支える企業の雇用の維持と、県内企業への就職希望者の支援などの雇用対策について、今後、どのように取り組まれるのか、ご所見をお伺いします。次に、介護職員の確保についてお尋ねします。介護の仕事は、社会保障制度を支える大きな意義のある仕事であり、介護が必要な方を支えるだけでなく、共に成長できるやりがいのある仕事でもあります。しかしながら、第8期介護保険事業計画での推計によると、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる
令和7年度には県内で介護職員が約1500人不足すると見込まれています。そのため県では介護の仕事の魅力発信や離職した職員の再就職支援、働きやすい職場づくりの促進を行っており、現場では介護職員の処遇改善や ICT の活用による業務改革などが進んでいます。また10月に行われた岸田総理の所信表明演説では、介護などの現場で働いている方々の収入を増やすため公的価格の在り方を抜本的に見直すと宣言され、先月決定された国の経済対策において介護職員などの賃金を来年2月から月額の 3% 程度にあたる約9000円引き上げることが示されました。今後さらなる介護の仕事のイメージアップ、職場環境の改善などにより介護職員の確保に向けた取り組みを積極的に進める必要があると考えますが、どう取り組まれるのかご所見をお伺いします。次に子ども・若者育成支援計画についてお尋ねします。教育や福祉、雇用をはじめとした各関連分野にわたる施策の総合的な推進などを目的とした子ども・若者育成支援推進法の施行から10年が経過しました。本県においても平成24年と平成29年の2次にわたり岡山県子ども・若者育成支援計画を策定し、知事部局、教育委員会、県警察が相互に連携しながら各種施策に取り組んでおり、先般令和4年度から6年度までを計画期間とする第3次計画の素案が公表されました。少子化、高齢化の進行や世帯構成の変化、さらには新型コロナウイルス感染症の影響などにより子どもや若者を取り巻く環境は大きく変化しています。深刻化する孤独・孤立問題やヤングケアラーなどといった新たな課題にも的確に対応していかなければなりません。また子どもや若者は今後の社会の大切な形成者であることは言うまでもありません。社会が大きく変化する中、時代を担う人材を育成する観点からの施策を積極的に展開していくことも必要と考えます。次期計画の基本理念であるすべての子ども・若者の健やかな成長と自立・活躍に向けてどのように取り組んでいかれるのかご所見をお伺いします。次に農林水産業の諸課題について2点お尋ねします。まず水産振興プランについてであります。本県の水産業は良質の食材である水産物を安心して消費者に提供できる重要な産業であり、沿岸部や都市部においては主要産業として地域経済を支える役割も担っています。しかしながら近年水産資源の減少や漁場環境の変化などにより本県の漁業生産量、生産額、就業者数は減少傾向となっています。特に昨年度県の基幹漁業である海苔や牡蠣の養殖業については、海苔の生産額は過去3番目の低さとなっており、牡蠣の生産額は平年の1割減となっています。県はこれまでに栄養塩の不足が海域の水産物に与える影響の調査や気温上昇等の環境変化に適応した養殖技術の開発などを行うことによって水産物の安定生産や品質向上を図ってきました。さらに今年度は新たに岡山旬の魚総選挙を実施し、県が特に PR に力を入れる岡山旬の魚を選定しました。この取り組みが県内外の消費者に対して効果的なアピールとなり、県産水産物の認知度向上に寄与することが期待されます。こうした中、本県水産振興施策の一環となる岡山県水産振興プラン2022の素案が示されました。新プランでは豊かな海・川の実現と魅力ある水産物の消費拡大を目標に掲げ、漁業生産の基礎となる海と川を豊かにするとともに、そこで育まれる水産物の真の価値を消費者に理解していただき、消費拡大が図られるよう諸施策を展開するとされています。多くの消費者に
新鮮でおいしい魚を食べていただくためには、漁場環境の保全、再生や栽培漁業など積極的に推進することによって、水産資源の回復を図ることが何より重要です。さらに、担い手の確保、育成を進めるなど総合的な取り組みによって、水産物の安定的な供給を実現していく必要があると考えます。新プランの目標の実現に向け、施策をどのように展開されるのか、ご所見をお伺いします。2点目は、米価の下落対策についてであります。近年、食生活の多様化や人口減少を背景に、米の消費が長期的に減少している中、昨年来の新型コロナウイルス感染症の影響による外食需要の減少等により、主食用米の消費量が大きく減少しています。令和3年産の主食用米については、過去最大規模の作付け転換が達成されましたが、予想を超える需要の低迷により、米農家に借り渡しされる概算金は大幅に下落し、農家の営農継続意欲は大きく減衰しました。県はこれまで収益性の高い作物への転換等を支援するなど、農家の経営安定に取り組み、一定の成果を上げてきましたが、高齢などさまざまな理由によって作付け転換が行えず、稲作なら何とか続けられるといった農家は多く、そういった方が来年も稲作を続けるかどうかの判断を迫られています。こうした状況を受け、我が党は10月に、米価下落に苦しむ農家への支援や、米の需要回復、拡大について、国に対し、対策の実施と財源確保を積極的に働きかけるよう知事に要望を行ったところです。最近は、世界的にも異常気象が頻発するなど、食料の需給状況は不透明であり、今後も日本が自由に食料を輸入できるとは限りません。食料自給率の低い我が国において、主食である米を生産し、大切な農地を守っている農家に対して、目に見える具体的な支援策が必要と考えます。コロナ禍により、米の消費が減少する中、国の補正予算の活用を含め、米価の下落に対して、どのような対策を進めていくのか、ご所見をお伺いします。次に、ツキノワグマによる被害の防止についてお尋ねします。岡山県、兵庫県及び鳥取県にまたがる東中国地域に生息するツキノワグマは、環境省のレッドリストにおいて、絶滅の恐れのある地域個体群に位置づけられております。そのため、本県では平成12年度に保護計画を策定し、狩猟を禁止するなど、保護に取り組んだ結果、生息数が回復し、当面、絶滅の恐れがないことから、平成29年度から狩猟が一部解禁されました。ツキノワグマの出没件数は増加傾向にあり、県北部では特に出没件数が多く、夜間の外出が制限されたり、柿、栗などの果樹に被害が及ぶなど、精神面、生活面、経済面での問題が生じています。ツキノワグマを保護していくことはもちろん重要ですが、同時にツキノワグマによる被害を防ぐ必要もあります。平成29年度からの第5期保護計画は今年度で終了しますが、来年度から始まる計画にツキノワグマによる被害を防止する対策をどう盛り込むこととされているのか、ご所見をお伺いいたします。次に水島港の機能強化についてお尋ねします。国際拠点港湾である水島港は、本県産業の中核を担う水島臨海工業地帯の玄関口として、昭和37年の開港以来、今年で60年目を迎えました。県はこれまで、水島臨海工業地帯の発展のため、アジアを中心とした世界各国との交流拠点となる港湾を目指し、国と連携して、国際コンテナターミナルや水島地区と玉島地区を結ぶ倉敷港大橋穀物バルク貨物に対応した玉島ハーバーアイランド7号埠頭などの機能強化に取り組むとともに、国際コンテナ貨物に対するインセンティブを設けるなど、ハード・ソフトの両面から水島港の競争力強化を図ってきました。一方、産業や経済を取り巻く状況は刻々と変化しており、特に近年、港湾をめぐっては輸送の効率化の観点や脱炭素化にも資することから、
世界的に船舶の大型化が進んでおり、国際拠点港湾である水島港においても大型船に対応した港湾施設の整備を加速させる必要があります。水島港が引き続き高い国際競争力を維持し、本県そして日本の産業に発展に資するためには水島港の一層の機能強化が必要と考えますが、どう取り組んでいかれるのかご所見をお伺いします。次に不登校対策についてお尋ねします。先般公表された国の調査によると、昨年度における本校の国公私立の小中高を合わせた不登校者数は前年度より312人少ない3474人となっており、4年ぶりに減少したものの依然として高い水準となっています。校種別では中学校と高等学校は前年度と比べて減少していますが、小学校は7年連続で増加しています。不登校の子どもの状態は登校に対する心理的負担を抱え、息しぶりが見られるものから部屋に閉じこもり家族以外との関わりがほとんどないものまで様々であり、きめ細かな対応が必要です。県教委では県下で統一した対応をするための岡山型長期欠席不登校対策スタンダードや、朝なかなか起きられないといった症状が起こる起立性調節障害への対応に関するガイドラインを平成31年に策定しました。そして児童生徒個々の状態に関するアセスメントに基づき、学校が組織的に対応できるようスクールカウンセラーの配置を全小中学校に広げるなど対策を強化しているところです。不登校の解消に向け、今回の調査結果の分析検証を丁寧に行い、これまでの取り組みをさらに充実させるとともに、効果的な取り組みを県下全体に普及していく必要があると考えます。今回の結果をどう受け止め、今後どう取り組むのか、教育長のご所見をお伺いいたします。次に道徳教育の充実についてお尋ねします。新しい学校指導要領では、子どもたちが道徳的価値を理解し、より深く考えてその自覚を深めることを目指して、小学校は平成30年度に、中学校は令和元年度に道徳が強化化され、年間35時間の授業が確実に実施されることとなりました。強化化の背景には、家庭や地域社会の教育力の低下や子どもを取り巻く環境の変化などから、学校における道徳教育のさらなる充実が求められたことがあります。道徳的価値とは、正しいことを自信を持って行うこと、約束や決まりを守ること、家族や周りの人へ感謝の気持ちを持って接すること、生命を大切にすることなどであります。こうした資質能力を小学校の低学年からしっかりと育んでいってほしいと考えますが、これまでどのように取り組んでこられたのでしょうか。また国の調査によると、いじめの重大事態の件数は増加傾向にあり、小中学生のスマートフォン等の所持率や利用時間が増加するなど、子どもを取り巻く状況が大きく変化しています。現在いじめや情報モラル等の諸課題に対して、社会総がかりでさまざまな取り組みを進めているところであり、その中でも特に道徳教育の充実が重要と考えますが、今後どのように取り組んでいかれるのか、併せて教育長のご所見をお伺いします。最後に特殊詐欺対策についてお尋ねします。本年中の特殊詐欺被害は10月末現在で認知件数は104件、被害金額は2億5800万円であり、昨年の同時期と比べると被害金額は減少しているものの、認知件数は26件増加しています。最近では銀行協会職員などをかたり、被害者にキャッシュカードを自宅郵便受けに入れさせて騙し取る預貯金詐欺や還付金詐欺による被害が増えるなど、犯行グループは手口を変えながら県民の財産を狙っており、巧妙な手口により騙されてしまう被害者が増えています。こうした被害者の多くが高齢者であることも憂慮される点です。県警察にあっては、県民への被害防止広報啓発や関係機関団体と連携した各種被害防止策を講じていますが、
こうした現状を踏まえ、今後どう取り組むのか、警察本部長のご所見をお伺いします。以上、当面する県政の諸課題を取り上げましたが、時間の制約もあり、その他の諸課題につきましては、一般質問に委ねることといたしまして、私の自由民主党岡山県議団代表質問を終わらせていただきます。皆様ご清聴誠にありがとうございました。答弁を求めます。知事、茨城裕太君。自由民主党の市村議員の代表質問にお答えいたします。まず来年度の予算編成等についてのご質問であります。方針策定の考え等についてでありますが、本県の財政状況はお話のとおり、感染症の長期化により税収の見通しが難しい中、社会保障関係費の累増等により厳しい状況が続くことから、限られた財源を有効に活用し、持続可能な財政運営を行っていく必要があると認識しております。このため、事業の積極的なスクラップ&ビルドに取り組むとともに、あらゆる分野に好循環をもたらす原動力である教育の再生や産業の振興など、第三次地域プランに掲げる目標の実現を加速させるための取り組みのほか、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた施策、豪雨災害からの復旧・復興など、真に必要な分野や事業へ財源を重点的に配分し、本県の持続的な発展に結びつけてまいりたいと存じます。次に、国の補正予算への対応についてでありますが、今回の経済対策にはコロナ禍で傷ついた経済を立て直し、自律的な経済成長を実現するという国の強い決意が込められているものと感じております。このため本県においても感染症の拡大防止や県内経済の回復等に向け、事業効果が早期に発揮されるよう情報収集等に努めながら、国の経済対策に呼応した補正予算を速やかに編成してまいりたいと考えております。次に、地方創生の推進についてのご質問でありますが、今年度からスタートした第2期岡山創生総合戦略では、デジタル化の進展や地方分散の流れなど、感染症を契機とした社会の変化も踏まえながら、総合的な対策に継続的に取り組み、若い世代の結婚、出産、子育てに関する希望が叶い、また全国から人が集まることで人口減少に歯止めがかかり、県民が安心して住み続けることのできる魅力ある岡山の実現を目指すこととしております。引き続き、デジタル実装を通じて地方の活性化を図る国のデジタル田園都市国家構想の動向等を注視しながら、多様な主体との連携のもと、本県の強みを生かしたより実効性のある対策を推進し、岡山創生の実現に向け全力で取り組んでまいります。
次に新型コロナウイルス感染症についてのご質問であります。行動制限の緩和等についてでありますが、お話の技術実証は大きな混乱もなく肯定的な意見が多いとの中間報告がなされており、県としても国が全面改定した基本的対処方針に基づき、今後の感染状況等に応じて行動制限の内容やその緩和の条件等を慎重に判断し、感染対策と日常生活の回復の両立を図ってまいりたいと存じます。またワクチンの3回目接種についても、接種が円滑に進むよう全県共通予約システムの改修や接種券の発送時期等を合わせるといった県内統一方針を決定するなどの準備を進めてきたところであり、2回目接種完了から原則8ヶ月経過した18歳以上の医療従事者を中心に接種を開始したところであります。今後接種対象者が順次拡大していくことから、引き続き市町村と連携し個別接種施設の確保や集団接種会場の運営手法の見直しなど接種体制の整備に取り組んでまいりたいと存じます。次に地域経済の回復についてでありますが、県ではコロナの影響を受けた事業者に対する資金繰り支援や支援金の給付に取り組むとともに、アフターコロナを見据えた販路開拓や収益力向上のための設備導入の支援など関係機関等と連携し、さまざまな取り組みを進めてきたところであります。現在倒産件数はコロナ禍前と比べ低水準にあるなど、事業の継続と雇用の維持に一定の効果が現れているものと考えております。一方で県の調査によると、一昨年と比べ今年10月の売上が減少した事業者が約6割となるなど、依然として厳しい経営状況にあることから、今後国の経済対策も踏まえながら事業者のニーズに沿った施策を検討するなど、地域経済の回復に向け取り組んでまいりたいと存じます。次に雇用対策についてでありますが、活力ある社会経済活動を取り戻すためには雇用の維持や必要な人材の確保、将来を担う若者の県内への還流定着が極めて重要であると考えております。このため県では在籍型出向の促進や岡山就職応援センターでのマッチングなどにより雇用の確保に取り組むとともに、合同就職面接会の開催やコーディネーターによるきめ細かな相談対応などを通じて大学生等の県内就職を支援しているところであります。引き続き労働局等関係機関と緊密に連携しながら、企業や就職希望者のニーズに応じた雇用対策にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。次に介護職員の確保についてのご質問でありますが、将来担い手となることが期待される中高生を対象に、介護職場の魅力ややりがいを伝える出前講座等の事業を実施するとともに、人材育成や就業環境の改善に積極的に取り組む事業所を認証評価することにより、働きやすい職場環境づくりを促しているところであります。今後とも介護職のイメージアップに取り組むとともに、ハローワークなど関係機関や関係団体との連携を強化しながら、人材確保や定着促進に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。次に子ども・若者育成支援計画についてのご質問でありますが、
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、子ども・若者を取り巻く環境が変化し、いじめや虐待、貧困など問題も複雑化・多様化しております。こうした中、深刻化する孤独・孤立問題など、新たな課題に的確に対応するため、素案にはヤングケアラーや子どもの貧困への支援、DV 防止などの対応策を盛り込んでいるところであります。また、次代を担う人材を育成するため、新たな基本目標として、創造的な未来を切り開く子ども・若者の応援を加え、夢を育む教育の推進や、先端技術に対応できる人材の育成などに積極的に取り組むこととしております。今後、市町村や関係団体など、さまざまな主体と緊密に連携しながら、各種施策を総合的に推進し、すべての子どもや若者が健やかに成長し、自立・活躍できる社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。次に、農林水産業についてのご質問であります。水産振興プランについてでありますが、素案に掲げる目標の実現に向け、アマモ場の再生や漁場環境の改善、種苗放流による栽培漁業の推進など、水産資源の回復に積極的に取り組むとともに、夏季養殖業を中心に市場ニーズに応じた養殖方法の導入や、意欲ある担い手の確保・育成を進め、水産物の安定供給に努めてまいりたいと存じます。さらに、この度選定した岡山旬の魚を活用し、小売店等と連携した魅力の発信や、新商品の開発、販路開拓などマーケティングの強化を図り、県産水産物の認知度向上や消費拡大に取り組んでまいりたいと存じます。次に、米価の下落対策についてでありますが、外食需要の減少により、卸売業者等の抱える在庫量が増加するなど、コロナ禍による米の需給環境の一層の悪化が、稲作農家の不安要因と考えられることから、来年の米作りに安心して取り組める環境を整えていくことが、何よりも重要と考えております。こうした中、国では、今回の経済対策において、需給の安定に向けて、令和2年3枚に特別枠を設けることなどにより、長期計画的な保管・販売支援を行うこととしております。県では、こうした対策と合わせて、国からの交付金の活用を前提として、本年3枚の在庫の解消を図ることで、生産者の収入確保につなげることを目指した県産米の緊急の販売拡大対策や、来年の作付けに向けた資金調達に支障をきたさないための新たな融資制度を検討してまいりたいと存じます。次に、ツキノワグマによる被害の防止についてのご質問でありますが、県内における生息域の拡大や出没件数の増加などにより、お話のとおり、地域住民の精神的被害や人身被害発生への懸念が高まっております。こうした状況を踏まえ、次期計画においては、保護から管理へ方針を転換し、出没エリアでの現場対応力の強化を図りつつ、人の生活圏との住み分けによるゾーニング管理や、人の生活を脅かす個体の防除などを盛り込むこととしており、引き続き市町村とも連携しながら、県民の
安全安心の確保を図ってまいりたいと存じます。最後に水島港の機能強化についてのご質問でありますが、これまでに国際拠点港湾としてふさわしい岸壁や航路などの港湾施設整備を推進するとともに、総合特区制度を活用した規制緩和による企業支援、臨海部への企業誘致などに取り組み、水島港は長年にわたり中四国地域第1位の取扱い貨物量を誇ってまいりました。今後とも水島港の国際競争力を向上させるよう、コンテナ船やバルク船の大型化に対応した大推進の航路やターミナルの整備等に全力で取り組み、一層の産業集積につなげるなど、関係者一丸となってさらなる機能強化に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。教育長、鍵本義明。自由民主党、市村議員の代表質問にお答えいたします。まず、不登校対策についてでありますが、今回の調査結果から、近年の増加傾向が減少に転じるなど、これまでの取り組みによる一定の成果が見られているものの、全体として不登校の出現割合は依然として高く、また小学校では増加するなどの課題もあることから、取り組みのさらなる充実が必要であると考えております。現在、不登校担当者への研修や専門指導員の学校訪問等により、長期欠席不登校対策スタンダードに基づいた学校の組織的対応力の強化や、別室指導の取り組みに成果が見られ始めていることから、今後もこうした取り組みの徹底を図ってまいりたいと存じます。また、別室指導の成果や、ICT を活用した不登校対策の効果検証を取りまとめて、県内の学校への普及を図るとともに、小学校におけるスクールカウンセラーの効果的な配置について検討を行うなど、さまざまな手立てを講じることで、不登校対策の一層の充実を図ってまいりたいと存じます。次に、道徳教育の充実についてでありますが、お話のとおり、社会性や規範意識、思いやり、自尊感情など、小学校低学年から発達段階に応じて、豊かな心を育むことは重要であり、学校では道徳の授業を要とし、学校の教育活動全体を通じて、さまざまな体験活動を交えながら、家庭や地域と一体となった取り組みを進めているところであります。また、県教委としては、道徳性を養うための授業づくりについての研修の実施や、郷土岡山に対する理解と愛着を深めるため、郷土の偉人を題材にした副教材の提供など、各学校の取り組みを支援しております。お話のいじめや情報モラル等の諸課題に対しては、児童生徒が自分のこととして捉え、多面的、多角的視点から考え続ける姿勢を育てることが大切であることから、問題解決的な学習などの事業改善や、さまざまな体験活動を推進するなど、引き続き道徳教育の充実に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。警察本部長、檜垣重富君。
自由民主党市村議員の代表質問にお答えいたします。特殊詐欺対策についてであります。新たな手口の預貯金詐欺や昨年中は発生がなかった還付金詐欺等での多くの高齢者が被害に遭っている現状について、ももくんももかちゃん安心メールなどを活用した犯行手口やその防止方策のタイムリーな情報発信、高校生と共同した動画の作成などを行っておりますが、引き続き被害を防止するため工夫を凝らした広報啓発活動に努めてまいります。また犯人との接点を遮断するには防犯機能付き電話や通話録音装置を活用することが有効ですが、現在県内の全市町村で購入補助や貸し出し事業を行っていただいていると承知しており、さらなる拡充と利用促進を広く呼びかけてまいります。さらに預貯金詐欺等のキャッシュカードを狙う手口の対策として、 ATM の引き出し制限の導入を金融機関に働きかけているほか、還付金詐欺の対策では市役所職員等を語る手口が大半であることから、市町村に対して住民への注意喚起を働きかけるなど、被害実態に応じた対策を推進してまいります。県警察といたしましては、引き続き騙されんのじゃ岡山県県民運動の推進重点である高齢者を中心とした幅広い年齢層に対する被害防止広報や、身近な人を守る機運の醸成に向けた取り組みなどのさらなる進化拡大を図りながら、犯行グループの壊滅に向けた検挙と抑止の両輪による取り組みを強力に推進してまいります。以上でございます。